こんにちは。フリーアナウンサーの村井由紀子です。言葉のプレゼント365日、今日の言葉12月23日はこちらです。睡眠美容液。高価な化粧品が欲しくて一生懸命アルバイトして、寝不足になって体調を崩してダウン、たくさん寝たら美肌になっていた。睡眠美容液、今日の言葉です。これは私の実体験です。学生時代です。高価な化粧品、雑誌に載っている憧れの化粧品を使ってみたいなとか、美顔器を買ってしまったりとかですね、またはエステにも行ってみたいなとか、美にこう気持ちを持っていかれていた時に、やっぱりお金がどんどん飛んでいくんですよね。なのでアルバイトをしなければいけない、でも遊びたいという気持ちもある。でどうしてもこうオーバーワークになって体調を崩して肌がボロボロになってしまった、精神状態もなんか不安定っていう時がありました。でも体調を崩してぐっすり寝たら、もう肌はピチピチしてくるわけですよね。精神状態も整って、化粧のりももちろんいいです。食欲もしっかりあって、なんかそういう時ってジャンクフードに走らないで、ちゃんと野菜とかも摂りたいマインドになっているんですよね。睡眠大事です。美肌になりたいのが目的なはずだったのに、なんだか高価な化粧品を使ってみたいなとか、エステに憧れるな、みんなが言ってるからなんていうので、お金を使ってしまってアルバイトをして、その結果肌がボロボロになる、本末転倒だったわけです。睡眠が大事だよという気持ちが込められているページでもあるんですが、目的と手段がごっちゃになっちゃうといけないよねっていう気持ちもこのページには込められています。よくありますよね。なんでお金を稼いでいるのか。あなたはなんでお金を稼いでいますか。お金がたくさんあると嬉しいから。なんででしょうね。私はそうですね、日々の心の安心のため、そして自己実現のためでもありますし、家族の幸せ、笑顔のためでもあります。お金を稼ぐにはやっぱり目的があるからこそ、お金をしっかりと稼ごうという気持ちになっているんですよね。でも目的と手段がごっちゃになってしまった場合、お金を稼いでいるのがなんか虚しくなってしまったり、全然つまらなくなってしまったり、稼いでも稼いでも不安になってしまったりというのに陥ってしまいます。目的と手段をごっちゃにしないように、これは本当に気をつけていきたいところですね。何のためにアルバイトをしているのか、それはイコール美肌になりたいためだったのに、結局は肌がボロボロになってしまったという経験。なんでお金を稼いでいるのか、それは家族の幸せ、安心のため、自己実現のため、いろんな理由があるのに、お金を稼いでいることに疲れてしまっていないか。皆さんも手に胸に手を当てて考えてみてください。あなたはなんで今そんなに頑張ってるんでしょうか。ただただ頑張っているだけじゃなくて、頑張っているその先に何か目標があるからこそ頑張ってるんですよね。お金を稼ぐにしても、例えばダイエットをするにしても、ただただ痩せるというのが目的なだけではないはずです。痩せればいいというもんではないですよね。痩せた先にあるファッションが楽しみたいとか、モテたいとか、もっと身軽にフットワーク軽くいろんな活動したいとか、いろんな思いがあるからこそダイエットをしたいという気持ちになっているんだと思います。目的と手段をごっちゃにしないこと、それが今日の言葉、睡眠美容液という言葉の中にも込められています。年末が近づいてきまして、もう本当にあとカウントダウンですね。クリスマスが終われば、もう大晦日までまっしぐら、お正月ものんびりして、もう1月、気づけば2月みたいな感じになってしまいますけれど、どうしても忙しいといろんなことを落ち着いて考える余裕がなかったりしてしまいますけどね。今自分は何のためにこんな風に頑張っているんだろう、立ち止まって考えてみるといいんじゃないかなって思います。私はなぜこんな風に YouTube を撮っているんだろう、これも目的と手段をごっちゃにしないようにして
たいなと思います。そうですね、 YouTube をなぜ撮っているかというと、もちろんチャンネル登録者数100名様ですね、1000人ですね、1000人以上、その YouTube が収益化されるというその向こう側を体験してみたいという気持ちはもちろんあります。どんな世界なんでしょうね。 YouTube で生きていくぞ、そんな風にはまだ思っていないところはありますけれど、収益化できたらすごく楽しいだろうなって思います。あとは YouTube を撮ることによって、明らかに自分の話の組み立て方のスキルだったりとか、あと一人で喋るスキルっていうのがどんどん上がっていると思うんですね。フリーアナウンサーの仕事をしていますから、お話をするということは本職なわけなんですけれど、また YouTube で話す、こうフリートークで話すっていうのは全然違ってきます。それが鍛えられているような気がします。 YouTube を始める前というのはプロなんだから、もしかしたらこれでプロなのって思われたらどうしようっていう気持ちもあって、なんか恥ずかしくて始めることができなかったんですけれどね。でも今は胸を張って楽しんで YouTube をお届けしていると言えます。今見てくださっているあなたのために、これからも一日一日、言葉のプレゼント365日全部コンプリートお届けするまでやめないで、しっかりと続けていきたいなと思っています。また言葉のプレゼント365日以外にも、新しく YouTube を立ち上げることになりました。これは仲間と一緒にやっているプロジェクトなんですけれど、また近日中にお知らせをしていきたいなと思っていますので、ぜひチェックしてください。言葉のプレゼント365日、この動画では私がリリースいたしました Amazon Kindle 電子書籍の言葉のプレゼント365日の中から、1日1日の言葉をお届けしています。あなたの人生の素敵なきっかけになればという思いでお送りしています。気に入ったという方はですね、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。いいねボタンもとっても励みになっています。フリーアナウンサーの村井由紀子でした。また次の動画でお会いします。では、またね。メリークリスマス。イブイブですね。イブイブってまだ言うのかしら。また次の動画でお会いします。